みんながいれば。うわあ、この魔物すっごく強そうになってる。戦えば戦うだけ強くなっちゃうとかなのかな。そういう個体がいるというわけか。手強い相手だ。雰囲気が違うね。今までよりも協力しながら戦わないと危ないよ。だね。相手もフルパワーで来るみたい。私たちも負けないぞ。必ず勝って島と海の平穏を取り戻そう。レイちゃん、ヒヨリちゃん、キシ君、みんなで頑張ろう。あなたの力を。ゲノムブラスト、お願い。みたいだね。私たちの強さを理解して引いたんだろう。あるいはあちらも勝負がしたかったのかもね。ひょっとして私たちの大会を見てたのかな。それであんなに戦いたがってたとか。もうそれならそうって言ってくれたらよかったのに。でもそう言われたら海に帰っていく姿がちょっと満足そうに見えた気がする。なんとも迷惑な話だ。いや、どちらかといえば迷惑だったのはあちらの方か。でもこれでやっとビーチが平和になったよね。それじゃあ今からこの戦いで頑張ったゲームの優勝者を発表します。優勝はなんと岸くんでした。ひより、そんなゲームいつ始めたんだ。だってさっきの戦い一番頑張ってたのは岸くんだと思うんだ。最後まで岸くんは後ろで私たちを支えてくれてたでしょ。それにこの島でもずっと私たちを助けてくれてたし。さては日和、戦う前からそれを伝えようと決めていたんだね。そっか、日和ちゃん、岸君にお礼を言いたかったんだ。ダメかな。文句なんてあるわけない。私も同じ気持ちだ。ゆいもそうだよね。もちろん。じゃあ3人で岸君を表彰しよっか。優勝おめでとう。